さっさ歩こう歩こう歩こう散歩しよう散歩。今日やりたいなって思うのは、おお、あの動画と動画のつなぎの部分、例えばシーン切り替わるときに何か挟むじゃないですか、一個テレビで CM というかなんとか、うん、みたいな、みたいなとこね。そうそうそう、うん、それのオリジナル作りたいなって。おしゃれ。ヒュッ、せっかく浜田海もあるんで、向こうでね、海でね、あーいいですね、そんなの撮れたら嬉しいなと思って。いいですね、海をバックにじゃあ挨拶もしましょうか。そうですね。トゥピトゥピチャパチャパトゥピトゥピー。やっぱ影になると寒いですね。寒いですね、まだね。ハキハキしゃべろ。ハキハキしゃべ。そうですね。ええ。滑舌が非常に悪いございますから。滑舌が大事ですから。ええ。しっかりと。ええ。ハキハキ。ハキハキしゃべりましょう。いやー無事でよかったっすね。もうその話しちゃう。いやもうしないとね、本当に仲間の大学生が一人昨晩11時頃から連絡取れなくなるっていう、今日朝10時ぐらいに連絡してみて、まあ体調悪いっていう状態で連絡取れなくなって、朝連絡しても既読も何もつかなくて、3時になっても音信不通で、これはまずいと思ってお家に行ってピンポンして、でも出ないから、大家さんに言ってご両親に連絡していただいて部屋突入するっていう。すごかったね。いやちょっとドキドキした。もうやだ、あれどうしたらいいんかね。ワンちゃん寝てるだけ全然あるよねって思ってたんだけど、もうあれしかないですよ。でもでももうあの方法しかないよね。だってね、うん、遠く離れてるご両親だってね、うん、当然電話するしかなくて、そうなった場合ね、いやーご迷惑おかけしたけど、でももう万が一ね、うん、本当に最悪よりは良かったというか、うんうん、難しいな。どうしとけばみんなと生存確認し合えるんだろう。僕もそうですからね、一人暮らしで。確かに下手したらね、下手しますんでね。怖いね、うん、誰か毎日 LINE しようね。してるやん。してる。なんかめっちゃバカっぽいラインしてる。してる。朝晩してる。なんか。でまあ一悶着あって、まあ悶着なかったけど、まあ無事が確認できたので、こうしてちょっと散歩もできて、一緒にね、海まで散歩しようかっていう。安堵散歩で。え、どういうこと？安堵の散歩。ああびっくりした。そっちか。うん、安堵のね。ええ。確かに本当そうですわ。お腹減ったもん。人のせいにしてる。安心して。どうせお腹減ってるくせに人のせいにして今ちょっと。何食べる？餃子じゃない？また？でも前回はあの餃子食べようって言った動画はもう僕のミスによって消えちゃいました、うん。消し飛びましたから。ここも撮ったんだよね本当はね。そう。はい、夕日が丘西部幼稚園です。僕ここお世話になってます。よく仕事してます。ここで神様の話してます子供たちっていう話も本当は1回やったんですよ。だけど僕がデータを移行する際に消去してしまいまして、誰も悪くない、ね、そうGoPro が悪い、うん、あとはあれが悪かったね、あのノートノートンね、うん、セキュリティが強すぎてね僕の携帯のブロックされてる。でありとあらゆるものが転送されないって。早く気づけよそれに。分かんなかったね。でもいや分かんなかった、ね、僕の携帯の防御力が強すぎた。まだ街並み映すようなね場所じゃない。海までは特に見どころもなく。見どころもなくって言われた街並みよ。見どころもなく、趣はあり、趣はあり、細いし入り組んでるから、しかも割と車通る。うん、今思ったね。今日猫ミームいないね。いないね。この間ここにいたのに。この間猫ミームいたのにね。染まりすぎでしょインターネットに。猫のこと猫ミームって呼んじゃうからね。最近の小学生みたいな。むちゃくちゃじゃん。いないね。もうひき肉終わったのブーム。だいぶ前に。ああ終わったんだ。もはや猫にとって変わられたんだ。もうかわいそう。もう猫ミームも終わるね。終わり、うん、もう陰りが見えて、うん、時代はザコシミームの時代です、ね、いやいやそれお前だけじゃない言ってんの。そうでしょ。周りであんまいないんですけど。通知オンにしてるのに。ほらもう猫ミーム一匹もいない。
この間ここで戯れてたの。合わないね。残念だな、残念だな、残念だ。いや来た、これ浜田の海ですよ、これが。海賊王に俺はな、肌でワンでテトロポットの手前で言うてる、出てから言うそうそう、せめてせめて外海出てから言うや今の。いやー波の音がいいね、いいね、いいわこれ急に乗るなよ、大物急に乗るな綺麗だね、やっぱね、浜田いいね、素晴らしい。釣り人もいて、何が釣れるんだろう。アジ、アジかな、とりあえずアジだろみたいな。アジが釣れるのひどい、アジかわいそう。アジ好きですよ、アジいいよね、食べたいな。アジフライ、フライか、まあ、そこでフライなんですよ、僕はすぐ。刺身とかじゃないんですよ、刺身じゃないんですよ、すぐフライ食べたいとか言っちゃう歌舞伎やお久しぶりです。どうも神父です。大学生です。ゆうすけです。長い間お休みさせていただき誠に申し訳ございませんでした。今日から再開で行きましょう。おということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っちゃおう。どれくらいの頻度でどうやってあげるんですか。僕が帰って一緒に取れたら嬉しいなと思っているので定期にはなると思うんですけど、他のチームと違った内容をお届けできるよう誠心誠意頑張っていきたいと思います。ぜひご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。こんな感じでいいよ、いいかね、いけっしょもう大丈夫だよね、もういいねこれ、オッケー。もう寒いし帰ろお腹すいたし、お腹すいたね。だからなんな、うんコメントがなかった、本当に嫌だ。もう何なん、いやいや、やってこうじゃ。何を、そういうの、どういうの、うん、そうそうみたいなこと、怪しい人、いや、そんなやつおらんじゃん、もうそういうキャラでもないしな。違うのえ、そう、面白、違うん言われてますけど違うと思うな。6年ぐらい一緒にやってそうだと思った違ったのそうかもしれない要するに結局落ち着くのそこで恥ずかしいな、ちょっとやめてもらっていい、ちょっとなんかその分析して喋るいやガラス片とかある一応わ足元汚っ床が悪いさあ何食べようかな、お腹減ったな。でもちょっとトイレの掃除もしてね、それ終わったら食べに。トイレでね、ゲイした人がいてね、大学生。まあ誰も使ってないトイレだったんでね、あそこね。だから、おとついのゲイが残ってることにさっき気づいて、ちょっとそれを片付けないとさすがにまずいんで。大絶望。帰ったら、ゆうちゃん一緒に片付けようね。最悪。なんで？俺結構いろんな人のゲイ片付けてんすよ。いや、本当に。仕方ないよ。生きてるってそういうことだもん。大学生と、仲いいってそういうことなんだと思う、きっと。まあ、俺はお酒飲まなかったからあんまりゲイとか多分なかったけど、うん、でもお世話してもらってるってきっとそういうことだったと思うんで、他のね、他の意味でいろいろお世話してもらってる。だからもう僕もする。めっちゃ神父じゃん。よっしゃ、お願いします神父様。お前がやれそうなるよな、お前がやれ、そうなるよな。じゃんけんしよう。じゃんけんしますか。じゃんけんしよう。ここで勝負しようよ。いいっすよ。もうここもうカメラ置いてさ。負けた方が掃除。はい、勝ちます。最初はグー、じゃんけんぽい。なんで俺昼間から川辺でじゃんけんしとんだろう。最初はグー、じゃんけんぽい。うわあ、いや神父様ってやっぱ慈悲深い方なんだな。申し訳ないっす。お願いします。お腹痛い。いや、ちょっと今日お腹痛くて、この後もう寝た方がいいわ、俺。いてて、ごめん、帰ろう、今日。もう。解散。
明日また会おう。ちょっとお腹痛い。人生ってそんなもんですよ。何お前誰マジで。伏線伏線。何の伏線。さっき言うてたよ。そんなこと言った、うん、大学生と絡むってのはこういうこといやいやちょっとお腹痛いから今日はもう解散しよう。あじゃあ YouTube をもうやめよう。えもういいいいいい無理。あんなさっき再会しようって2人で意気込んだのに。ちょっと今日なし脳幹叩かれるわ。誰に誰に。インスタでいっぱい DM で叩かれるわ。いやいや神父さん意外と育児なしなんですね。思ってた方と違いました。おいおい幻滅。おいお前が誘導してるやん。煽んなよマジで。言われるよ絶対。なんてなんで。だからやっぱり思い描いていた神父様とは違いました。いやいやしゃあないやん。あしゃあないやんって言っちゃった。開き直っちゃった。ああ開き直っちゃった。出たって。叩かれポイントを作りに行ってるじゃん。いやーマジか。絶対負けると思いましたあのじゃんけん。絶対勝つと思ってた。浜田中にうわーって。そっちの方がむしろ大丈夫だったからみたいな。それ YouTube 上げてなんかそっちで叩かれるんじゃないかな。大声うるさみたいな。あれれれれれ。やっぱりやめよう今日も帰ろう。試合終了ですね。人生も終了。はい。いっちゃいっちゃいけんのじゃない。大丈夫なんですか。いやだってちょっときつー。マジか。片付けるか頑張るか。頑張らんとな。海賊王に俺はな。あダメですよ早まっちゃ。あもうお家帰んなきゃ。これやなり始めたわ浜田の風物詩。いやー頑張ったわ。まだ何もしてないけどこれから頑張んなきゃいけない。応援してますね。でも俺がその掃除したらチャンネル登録者数増えるんじゃね。確かに優しいとか、うん、神父様の鏡。それでいこう。そうしましょう。じゃあ皆さんよろしくお願いします、ね、またね。